おはようございます。いただきチャンネル、ガイモンです。ということで、本日は、埼玉県にございます、メガガーデン、所沢スロット館さんに、G の極みとしてやってきたわけでございますけれども、今回は珍しいですね。1月2日ということで、いつも8の日にお邪魔させていただくんですけれども、今日は珍しくにということで、まあ、いつも8の日なんで、松8とか狙う感じなんですけど、今日ね、そもそも抽選が215人だったんですよ。にもかかわらず、230番引いたんですよ。どうしてでしょうね。いや、相談したんですよ、あの店員さんに。朝並んでる時にちょっと230番なんで、一般の1番じゃダメっすかねって言ったら、あー大丈夫です、どんどん並んでくださいって言われて、あれってスタッフみんなでガイモンさんのこと応援してますみたいな感じで言われて、おお頑張りますっつってそのまま並んだよね。はい、ということで、階段をね2往復したわけでございますけれども、一応お店に入ってみたところ、まあ、正直2号館のいつものバルブレイブとか、その辺に関しては全部埋まってるだろうなという予想で、1号館のねバルブレイブとかの方が実は埋まりがね遅かったりするんですよ。それを狙って1号館に直接行ってみたところ、まさかまさかのカラクリサーカス1台空いておりまして、そちらの方に着席させていただきました。2024年も一発目ということで、あ、そうだ、明けましておめでとうございます。まあ多分1ヶ月経ってるんでね、あんまりあれかもしれないですけど、リアルタイムの俺としては今があの年明けでございますんで、はい、初打ちということでね、はい、なんとかアームでぶっ壊して、結構相性のいいお店ですし、なんかいつもねよくわかんない台に座って戦ってるんで、今年もいい感じに引きを見せて爆出しして、あ、やっぱり相性のいいお店は2024年も継続中だねっていう感じにしたいなというふうに思っております。大丈夫かな、頑張りましょう。とりあえずあいつだ、残り物には福があるって言いますからね。まあ、12月めちゃめちゃ勝ってたんで、2023年のそれが続けられるように頑張っていきましょう。ということで本日も一日よろしくお願いします。はい、ではやっていきましょうか、カラクリサーカスとやらを。新年初打ちはカラクリサーカスとなりました。大丈夫かな、12月はめちゃめちゃ勝てたんで、まあ、正直楽しかったんですけど、1月こう月が変わりまして、なんなら年が変わりまして、いや今日今年を占う戦いになるかもしれないのに抽選負けるっていうね、どうしてでしょうね、おかしいな。まあ、このお店って毎度毎度あの階段の上り下りが発生するじゃないですか。あのアップルウォッチがさっきバグりまして、階段上り下りしたらさ、どう考えても心拍数めちゃめちゃ上がるじゃないですか。だから俺も心拍数上がってるんですけど、そしたらあのアップルウォッチが急にブブブブブブとか言い始めて、え、何と思ったら、あなたは現在安静しているにもかかわらず心拍数が急上昇していますって言われて、いや階段の上がり下がりっつって一人でアップルウォッチに突っ込んでました。全然安静にしてなかったのに、だから酔っ払静かに俺歩いてたんでしょうね。運動してないことになっちゃったみたいね。スッとボタンを閉じるボタンを押しました。今日が1月2日ですか、私2024年初打ちになるわけでございますけれども、朝から不吉な話を聞いちゃったんですよ。まあご多分に漏れず、うちの会社も年末年始、まあ俺と小杖を除いてはみんな休んでるんですけど、あのお休みのキャンがね、昨日ツイッターでさ、カラクリサーカス5000枚出ましただ万枚出ましたらつぶやいてるわけですよ。それを見た翌日の俺、からくりっちゃったか、やだなと思ってます。明日はね俺とキャンが組むんで、収録なんで、明日キャンに俺自慢されるんだろうなと思って、だから今日俺逆に万枚出しといて、あ、俺も万枚出したけどっていう感じで行きたい。あ、キャンも出したんでしょ。俺も出したからっていう感じで行きたいですね。はい、そしたら平和だから2人とも。、うん、お、近い、400までに当たりますね。はい、2枚目。そして足りなそうですね、残り5枚。459ゲーム、400ゾーンでございます。すごくない、1回も取ってないわ、マリオネット演武。足りた足りた、あー足りない。よっ、おー比較足りました。1万と6000ですね。早速
今年初の AT なんだけどな、なんかいいこと起きねえかな。なんかいつも毎年あのオールナイトで初打ちみたいな感じになってたからさ、もう今年ラスト AT だとか今年初 AT だみたいなことをめちゃめちゃ言ってたんだけど、なんか1日やくとなんかそんなにあれだねそういうテンションにあんまりならないことが判明した。まあでも今年初万枚をね決めたいんで、今日は初物尽くしでいきましょうよ。ギリギリ間に合うか。じゃあ、おっとチェリーで効果かかってればこれで40本。おっとさらに、もういずれにせよじゃない40%じゃない、2個を引いてりゃどっちかで効果かかってんだろ。全然発展しようとしねえけど、ダメダメっぽいな。なんなら3の3で広角に上がってなかったまである。はい、186。2024年初 AT は何事もなく駆け抜けてしまいました。はい、おっと、もうのシーアオリが来ましたね。いやー、まず何事もなかったな。ということで3枚目です。何事もなく4枚目。お悩み言っときましょう、どうせすぐ当たんないんで。あれ、白のまままさか発展する。ああ、白のまま発展したわ。じゃあ天国だ、もう早くも使っちゃうんだ。初順なゲーム天国ですね。まだ1回しか AT 入れられてないからね、サクッといきたいね。えー、来い。よし、さあレア役、弱レア役だけど。40% だったかな。劇場ジャッジショックなさそうだね。スカパネは消えず、最初の AT だとあんなに弱レア役引いたのに何もできなかったからな。うせえな、レア役引くの。飛ばしちゃった、下向いてた。なんということだ、なんということだ。結構かつてないレベルのひどさ6枚目。まだ12時半です。7枚目いきましょう。はあ、はあ、やばい、世界最速だ。あ、引いちゃった、ここで引いちゃった。1019ゲーム、最悪なタイミングだね CZ は AT ですね。 CZ が 79% AT が 21% ということで、まあだったらもう 21% で AT 行くしかないよな。もうちょっと耐えればね、普通に CZ やった後に CZ は AT だったのに、めちゃめちゃもったいね。いやマジで最悪のタイミングだな。もしかしたら1100超えてて次300だったかもしれないし、こういう人がね7万負けるんですよ。こういう人じゃないと7万入んないのよ。普通の CZ だこれ、俺は普通の CZ だわ。なんてこった。セーフ、セーフだわ。 40%、 劇場ジャッジください。
弱い、何の前兆も走らない。いやー、2連目に2回も例聞いて2回とも取れないってやってないよね。でもとりあえず投資を止めさせてほしい、頼むから。なんかすげえこと込んでえかな、何もすげえこと思いつかねえけど。あぶねえ、ギリチャンス詰めで 40%、 ついでに50ゲームも踏んだ。どっちか触ってお願い。いやー、煽らないよね劇場ジャッジを。全くもって、あー、やっぱあったけど、いや消えたし。さすがハーレクイーン。いやー、ひどいね。そして終了画面が鳴るみしか出ねえ。ちょっとやばいなマジで、今日かつてないやばさだ。8枚目、9枚目、427ゲーム1000、8万2000っすね。よし、さあそろそろ頼むぜマジで。本日最高獲得枚数191枚だからね、8万2000入れてるのに。いやいや、191枚だから8万2000入れてるんだった。そういえば、おお、青で、これはチャンス。ここで生かさないとダメだ、お願いします。あ、なんかすごそう。少なめじゃないまあ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 、いいんでいいけど、いいけど。よし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 、おー、うまいね、これはペロってる。いやー、天才的、もっといけもっといけ、やめて終わんな。あー、また、いやー、まあまあまあ、おひゃひゃは、330はでかいっすよ。さあ、これで191枚という最高獲得枚数を更新できます。ありがとうございます。初めての降格。おや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 、これはさすがに熱いです。チャンスベルからはゲーム数が来すぎてたしね。よしよし、やっと1個目だ、初めての劇場ジャッジ。これはストック抽選。ちょ、25% だったかな。あー、でかい、これはでかい、マジでマジででかいぞ。やっとだよ、レイク。ああ、骨格は終わってるね。
上がれ上がれ上がれ、まさかの750まで来たぞ、うまっ想定外だけど、想定外でうまいこと言ってる。どうしたどうした、これは強いんじゃないか、いや強い強い、また強いまた強い、これは弱レイアークでいったぞ、サンパー、まあ、一応40ゲームの可能性はあったけど、いやでもタイミング的には、あーうまい、頑張れ頼む、もうどうでもいい、そんなのどうでもいいから、とりあえず当たれ、とりあえず当たれ、あっそっか行くしかない、お願いお願い、なっ、あーくそー、ダメ、でかー、3桁、よし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 、からの 40%、 お前か、ここに連続攻撃、いやあったかい、さすがにボフン言うた、ボフン、いや全てのチャンスアップが、ほら頼む、お願い、ちょ、こっそりワンレバーいっとこ、ワンレバーいっとこ、よし、今日仕方、こっそりのワンレバーのおかげで間がね、間ができたということで、よし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 、2勝目、もう一個もう一個、最近ワンレバー誰かにやってもらうとね、なんかいけんだよね、オッケーオッケー、お、40%、せめてチャンスぐらい出てくんねえかな、8点、今日 40% に勝てないですね、結構 40% チャンスはねもらってんだけど、さあそれは別の話、子供多分 40% で抽選してんだよね、だから演出が来れば熱いんだけど、あ、あ、お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 、40% だ、これはあったかいね、チャンス2回、さすが、さすがに2スルーの後ですからね、そろそろでしょう、ナビいらんのよ、マジで、あ、左バスト、やっと来たよ、よかったー、これでいかなかったらどうしようかと思ったぜ、650枚やったからね残り、よかったよかったよかった、なんかもう嬉しいってか、安心した、オッケーオッケーオッケー、さああと400枚近くあるんでね、もう一発ぶち込んで運命連鎖からいきましょう、上位に、よし、とりあえずでもこれで少しだけ肩の荷が下りましたね、運命の一撃いけないのがまずやってないから、チャンスすらないから、あと5000枚出せるんだけどな、この有力感で、うわ下プレ9頭、さっつ、これ3桁のせか、スイカからだね、3桁100か、一番最安め、さあ、おおおおおおお、今日あんな50でかい、割とでかい、あ、引いた、ラストチャンス、いいよ、
これはさすがにもろたやろ。さあ、カップ MN の一撃を経由しないで上位、わお、チャンスベル 5% ぐらいある、 5% ぐらい、もう全ゲーム小役引いてもいいぐらいなんだけど、おかしいで。いやいやいや、ちょっと待って待って待って、おかしいマジでそんなに引けない。あー、しまっちゃった。はい、2090枚で運命の一撃です。これもあんまり考えてもしょうがないんでね。わー、復活した、ストックマッチだ。じゃあ、 25% の抽選ですね。勝利後のチャンス名だったか強制エリーだったか忘れちゃったけど、か最初から 10% 通ってたか。まあでも、もうどうせ運命の一撃に行くっていう気持ちになってたから、ここで劇場雑誌でも取れたら本当にラッキーだな。終わり。普段のリズムで頼むぞ、マジでここ通せたら本当にでかい。何もチャンスアップはない。キュッ、よし、取った、助かった、三枚役やりました、やりました、私8万2000円いる、ようやくやりました、やったぞ、よーし、3000ぐらいのすよ、3000ぐらい、どこまでもいける。下パレが消えてるので3桁以上、どんどんいけ、どんどんいけ、3桁連発しろ、3桁、いけるぞ、無限にいけるぞ、無限に、全然弱い、全然弱いけど、もっとでかいの、もっとでかいの来ていいよ、弱いやつ弱、弱極限無双、弱来たわ。あーマジかー、安っ500、これ多分ね、ユニカンがずっと途切られないから、これ、あ、これね、チャンスかもしれない。最近ある説を唱えてるんだけど、500枚とかしか乗らなかった時って当然有力感がつながるわけじゃないですか。有力感がつながる時の運命の一撃がもしかしたら継続しやすいんじゃね、謎継続するのってそういう時なんじゃねっていう一説によるとね一説っていうか俺らが言ってんだけどその説は、はい、そうなるとワンチャンあるんじゃないですか、何も引かなくても継続パターンが。 弱極限無双だから秒殺される、何も乗せてない、1枚たりとも乗せんかった。2768、トレヤク、トレヤク、赤い文字、赤い文字、燃えろ、ダメだねそれは。ダメすぎるわ、運命の一撃下手すぎる。2700止まり。さあ92ゲーム天国でございました。持ちメダル 25%、何も引かん。最終ゲームで、ややくじゃないけどリプレイで成功、一角でございました、ナイス。
一瞬で戻ってきたわ。さあもう一回頑張ろう。なかなかね、運命の1日まで行くの大変なんでね、さっきみたいに本当にオリンピアとかなんかうまいこといろいろ絡めていかないときついよね。おっと、ああ、ある、黒ナビ。さすがに、ああ、色ナビついて、さすがにね、いくらハーレークイーンだからって黒ナビには抗えんすわ。マジでラムヒカンよかったよかったわ、ラム引いてるけど勝てたパターン。あー、ってことはあれか、どっちが先か忘れてたな、レアクかゲーム数で取ってる後にそれで書き換えたのか。もう一回やり直させて、もう一回やり直させて、まだ足りないから、運命の一撃やり足りないから。増えたけど57ゲーム天国、そういうことなんよ。惜しくもね、124ゲーム94ゲーム天国、ピエロは CO は天国かな、64ゲーム。いやー、よかった、 25%、 普通に2回目1ですかね。いやー、何もなせんかった、マジで最悪なスタートを切ってしまった今年。もう今はやめ時な気がするな、多分今200のゾーンで煽ったんで1000まで行くんですよ。ということでここで俺はやめます。無理でした、俺には何も生み出せませんでした。はい、それでは店内状況を見ていきます。北斗、これ3900枚だね。で、隣も4000枚入れてんだね。うむうむ。そしてこちらが約5000枚、この北斗が4300枚、そして1700枚、3700枚とからくり4800枚お、なんか揉んでるね。3500枚、7800枚これも7800枚。あ、これすごめっちゃ右肩じゃん。5000枚で3300枚と、肉の9000枚が出てんだね。この肉はこれも9000枚、肉は強えな。この銭形5000枚出てるね。4900枚、これも5000枚、5500枚くらい。乙女のこれ5000枚オーバーだね。5050枚で4500枚で4200枚。はいはい、乙女結構出てますね。現4400枚、これは6000枚。おお、現いいね。でバルブレイブはこちらが4900枚、これが4300枚と。さあ、イチゴ缶も見ましょうか。モンキーターン3500枚。これも3000枚だね。稼働台。これも3000枚と。イチゴ缶の方のバルブレイブなんですけど、稼働に5800枚。カラクリから9600枚。ゴブスレ6000枚。カバネリ2500枚。お、素晴らしい。小勢6がありました。222万。
今日2日ですからね。これ6ですね、4000枚、4300枚で、隣がね5000何百枚、5300枚だね。インデックス片台3700枚、こっちまんま入れてるじゃん、1900枚、天禅4700枚、これ5300枚ですね。めっちゃへこんだとこからもうマジで祝音ゲーで、この角が4200枚で、後ろが6300枚、いちご王冠の乙女も4800枚と、隣が3200枚と、今日乙女結構いい感じなのかな。これも4000枚だね。で隣も3000枚、 SAO 5600枚、先これ3700枚と、隣が3000枚、まあまあ一撃の台だからね。でこれも3400枚か、3台3000枚オーバー出てますね。このスバこれめちゃめちゃ良さそう、4000枚、エウレカが4700枚と、隣も2200枚、まあまあマイナスか。ファイヤードリフト4000枚、ペルソナ4000枚、ベンデッタ3400枚、まあ、あれいつ一応これが3300枚出てて、右の方がグラフいいね、2000枚、ユニコーン3300枚、まあこんなところでいいか。お疲れ様でございました。ということで珍しく2の日にやってまいりました、メガガーデンとコロザースロット換算での G の極みやってまいりましたが、からくりサーカス2024年一発目ということでね、爆出してやろうと思って座ったんですけれども、3000枚出たとこはまあ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 許せる範囲だったんですよね、はい、運命の一撃までちゃんと行って、運命の一撃通して、はい、3000枚ぐらいっていうか、3000枚ぐらいっていうのも微妙だけどね極限無双が500ちょっとしか乗らなかったんで、そういう台じゃないんだけどなと思いつつも、まあ3000枚で結局ね、俺8万2000まで入れてたんで、まあなんか取り返さないとなと思って、時間もねまだ来てなかったし、もう一周頑張ろうと思って頑張ったんですけど、全のまれです。しまいにはもうだって最後の AT3 連続ぐらいで1回も劇場ジャッジやってないですからね。いやーきつかった、久しぶりに。なんかやっぱ12月めちゃめちゃ調子良かったんで、なんか久しぶりにボコボコにやられたなって感じですね。まあ3000万円のところでやめときゃよかったっていう話はあるんですけど、まあオールオアナッシングですからね、私は。はい、負けてる状態で帰れないなっていうシンプルに、はい、いうことで続けてみたら全のまれすっからかんになりました。はい、ということで、年が8万2000円回収が92枚ということで、最悪なスタートを切ってしまったね本当に。まあでも今月もね、とりあえず明日から25連戦ですか、で26日が収録がなくて、でそこからまた連チャンみたいな感じになってると思いますんで、まだ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 時間はあります。ただ毎日このペースで行かれるととんでもないことになっちゃうんで、とりあえず明日ね、初めてのお店なんですよ、系列の初めてのお店なんで、ちょっといつもと違った感じで行けるんじゃないかなというふうに思ってますんで、なんとか今日の負け分92枚なんで、まあ、8万負けぐらいですか、はい、なんとか取り返そうと思います。ちょっと良すぎたよね12月が、正直なんで、まあ、そのいい思い出を引きずろうと思ったんですけど、なんか2日いっちゃったんで、ちょっとリズムもうまくつなげなかったっすね、はい、まあでも先月も、こういう時もありました。はい、3日で21万負けた日がありましたんでね、はい、こういう時はあるんですよ、しょうがないんですよ。なんで今日は切り替えて頑張ろうと思います。ということで、今回は埼玉県にございますメガガーデンところでスロット換算での収録でございましたけれども、引き続きいただきチャンネルの収録スケジュール掲載をさせていただきますので、ぜひ近くのお店ございましたら遊びに来ていただければ幸いでございます。きっと皆さんがこの動画を見て遊びに来てくれる頃には調子も取り戻してるかなと思いますので、その時は楽しい楽しい一日を一緒に過ごしましょう。ということで、ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひお願いします。それではまた次回お会いしましょう。久しぶりの地獄シリーズだなこれ。